さあ、続ききやっていきましょうかバイオヘドボーまあまあまあせっかくね動画開いていただいたんですけどまずはチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してから最後まで動画を見るなーんっていうのも一つ落ちちゃうかなって思います。 ということでね、まあ、前回、まあ、ちょっとエッチって皆さんどんな風に始めるとか、まあ、それから生足見て興奮するよね、ペチャパイだけど、とか、まあ、でもバイオ6になってからのエイダってマジ美人だからな、いろいろこうさ、バイオ2とかバイオ RE2 とか、それからバイオ4、バイオ6ってエイダがいろいろある、お、おる中で、僕個人はバイオ6のエイダ、特に赤シャツの方ね、カーララダ別じゃない方の、 うん。エイダが好きやけど、皆さん、どのエイダ好きかな意外と、こう、カーラ・ラダメスのあの格好って、まあ、ヌーブラもしくは、あの、ノーブラかもしれない。この野郎、この野郎、この野郎。エグザイル仕上がって。キック。そう。っていうのもあるんでね。まあ、まあ、どのエイダが好きかっていうね。意外と、こう、やっぱ、バー、バイオ RE2 になってからのエイダが、なんか、巨乳化している っていう疑惑もあるから、まあ、もしかしたら放狂をしたのか、それともやっぱりこう全体的に、ね、あの、バイオ8っていうかバイオ7に出てくるミアがペチャパイすぎるから、まあちょっと巨乳キャラは、あの、やっぱ旧,旧作品の子たちに譲る、譲りまっしょか、みたいなね。<laughs> そんなのがあったりとかするかもしれへんねんけど、まあまあいいや。ということで、まぁ、あ、この続きになってきてて、まあそれからそうか、あの、前回パート、あ、これあそうか、そもそも銃を撃つことができないんだな。まあじゃあ とりあええず焦げて燃えて燃さよならバイ,バイそう前回、まあ、そのエッジってどうやって始めるみたいなね、うん、話もした一方で、ちょっと僕の喋り方がすごい迷走してるよねっていう突っ込みをこう,う受けて、まあど、どうしよっかなみたいな <laughs> ことがあって、まあ、だから僕その、あれ弱一撃必殺。マジか。ほい。 あうわうわあ、下行っちゃって。で、下から、ちょっと、ね、棒が、棒がめっちゃ打ってくる。あ、ていって、こっち、にゃろくっあー、見えへんな。そう。だから、せっかくさ、25年も関西地区、大阪と京都に住んでんだから、なんかも、もっとこう、自然、自然体で喋ったらええんちゃうんとかって言われたりとかしたんで、もうちょっと今回、 まあなんか普通に独り言で喋ってるとどうしても敬語が出たりとか標準語で喋ったりみたいなことが出てきたりとかっていうのはまあ考えられるんやけど、まあ、基本的にそうおーおーちっかびっくりしたそっちにどうしてみたらあの一言声かけてくれたら嬉しかったですけどねまあピンピンピンこれあーめんどくせえなーやろう寝ろやそう。 だから、まあ、あの、普通に関西弁で喋っていこうかなっていう風に思ったりしてます。うん。まあ、それがその、敬語とちょ、っとちょこちょこ今みたいにね、あの思ってますみたいなこと出たりとかする分については、まあ、あの、突っ込みなしでお願いしたいところなんやけど、まあ、自然体で喋るっていうのがいかにね、この実況の中で非常に難しいかっていうところではある。で、これって、ああ、やっぱそうだね。一回下に降り、ドン。 一回下にやっぱ降りてきた時点でこいつら出てくるっちゅうわけやな。OK。<laughs> なんか出てくるっちゅうわけやなとかってさ <laughs>、そんな言い方するやつ、もう服部平次くらいしかおらへんから、なんか逆に違和感あるよね。で、なんかあれって、まあ、服部平次の人とかってもう60歳を超えたおっさんが声やってるらしいけど、 な何やろうなあ,あの違和感のある関西弁のイントネーションでなんかしゃべるように一応指示が出とるらしくでて出てるらしくってだからすごいこう大阪人とかまあまあ大阪人とかまあ関西人からするとなんかあの気色の悪い関西のイントネーションでしゃべるっていうのはもうもうその制作陣からするとその狙い通りらしい。うん なんか僕、僕は、なんかあの、あえてその、関西弁ってわかるような喋り方をしているのが、やっぱ平時のキャラの作り方として成功してるんじゃないかな、っていうに思うんで、まあ、そのあたりで言ったら、制作人にとっては、しめ、しめしめってところやんな。あの、普通に考えるとな、なんて言ったらいいんやろ。いや、あの、関西人からしたらさ、気持ち悪い関西弁喋りやがってってって言うけど、でもその関西弁やっていうことをこう理解してもらって、 得てるってことやから、うん、だからすごい非常に成功してるんちゃうかなと思うけどね。もったいないけども、知らない。捨てる。まあ、いずれ、あのー、ショットガンの弾はもういらないくらいの数で埋め尽くされることになるから、からも普通に、そうか、後半の方行ったら、チャプター5の3から5の4に行ってきたら、もう、ショットガンはもういらんくなるもん。い,いらんくなるっていうのは、その、装填する必要がなくなるくらい、 武器改造することができるからっていうところで、ブラックテイルをどのタイミングで売るかだよな。結局、弾が枯渇しまくってるから、その、寄生虫が出てこないのであれば、危ないって感じたら先行弾投げて、で、周りにめくらはおうパンツ。みんな見たこれから行為をするから、うん、いわゆる3と P というやつですね。うん、3ーピース、言っちゃって。<laughs> 言ってもうたの。そう、スリーピースみたいなね。あ、でもなんかこの今の喋り方とかしとったら、シンプルに、なんやろ。逆にお前エセ関西人ちゃうんけとかって言われそうな気がする。いや、別に普通にこう,こういうトーンで喋ったりとかしとるから、し,してるから、全然そのなんか突っ込まれたところで、いや、これがすぐないけどなんか文句あんのみたいなことを言えたりとかするけど、ど、どうなんやろな、これ。 人からすると、やっぱ気持ち悪いって思われるのかなああ、そっか、しまったやばいしかももったいね下手くそ。ど下手くそ。えーと、どうしよう。まずは、まず丼。OK。ま、まず丼って何、何丼何丼美味しい丼で、これで、まだ生きとんのかい一体しか殺せてへんし。ああ、そっか、しまったな。これ、これは非常にもったいないことしたな。 対処、た本で、こいつ。なんでそんな、近っかっね。ええー、とー、とりあえず近づいて、閉まる、で、振り返る、で、今度、ボガンに変態してると。で、これ、届く距離で、あ、近、近すぎるとあれか、閉まるんやったっけな。なんか一人、その、レバーを操作してる。めんどくせえな、お前 あんで届いてないし、結局。あーもういいや。ほら。てか、こんな、あれか、レオンさらけ出しとったら、シンプルに無理か。まあいいや。ちょっと、ちょっともったいない戦い方してる気はするけど。あいば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 い。やいばい絡んでくな、絡んで痛いくそ。はい、オープンセサミなんで開けごまって。 いう言い方をするよううにななったんだろうなご,ごまが、あれなのかなそのサイズ感的に鍵穴に侵入して、しれっと開けることができるちょうどいいサイズ感だからなのかな,なんかすごい、すごい勢いで、もうもうブラックテイルそろそろ売ろうかなって思い始めてきて、ハンドガンめちゃめちゃつこてるから、あれやな。<laughs> なんだ、貴様。お前がレれば動かすからめんどくさいことになっとんね。 ほら、ちゃね、ちゃね、一個、そう,そうそうそう、僕ね、結構、言葉遣い悪いんですよ。めちゃめちゃ悪くって、親にもめっちゃ注意されたったし、あの、よ、嫁さんにも、その、娘への悪影響があるから、できれば、あの、その、丁寧な喋り方をした方,いいいし,した方がいいというか、した方がいいというか、した方がええと思ってるのは、俺、僕自身で、今も、俺、俺ってかって言いそうになって、まあ、俺って言うんやけど、普段、俺とか、僕とか、わしとか、わしは言わへんな。 まあ親の前ではおいらっていうようにしてるね、クレヨンしんちゃんがすごく好きで、おらっていうじゃないですか、クレヨンしんちゃん。で、その影響を受けて、おらっていうのはちょっとパクリだから、パクリとていうかまんまだから、おいらってちょっと言いをうつこえてるけどまあまあ、そんなのどうでもよくて、そんなのどうでもええねんけど、そう。で、わー、金が一気になくなるもんやな。しゃないな。まあ、威力ま、まあ、げといて。まあ、まあ、まあ、ええか。そう。まあまあまだいかそ、そんな話があって、 で、そう。関西弁で普通に喋って、数まで出していこうとすると、どうしてもね、やっぱね、気象、気象が荒くっていうのは、すごい言葉遣いが荒く聞こえてまうから、あんまりその実況向きじゃないっていうのが、正直なところではある。うん。だからそれを、なんか前面に出してまうと、あの、ほんまに、あほか、 ボケかすみたいな、<laughs> そんなとこになるから、それをね、あんまり視聴者さんの前とかでせ、あの、お見せしてしまうと、やっぱり、シューさんご自身が不快な、ね、感じになってしまってもよろしくないかなって思ったりするんで、こっちは戻らへんけど、ま、あいっか。 ってなるくらいやったらまあちょっとあの違和感があるかもしれへんけど丁寧な喋り方してる方がまだマシなんちゃうかなというのがか勝手にまああの僕なりの配慮をしているっていうそんなところやな。とど,ど,どうですなんかだからすごいあの同じ関西弁で喋ってる人として、まあ、あの若,若干その関西弁の中でもあの。 ちょっとちょっとちゃうなって思いながら聞いたりとかしてやっぱ梅田ジャパンさんとかは、うん、素で喋ってる。まあ、あれの場合はなんて言ったらいいのその、生放送をしてて、こう語りかけてるというか、う目の前に視聴者さんがいるっていうことをこう分かってて喋ってるから、あんなね、こう、普通の会話のトーンで喋ってるんかなとかって思ったりするけど、僕の場合は一人であの夜中に、夜中で一人寂しく、誰もいない部屋で、 あのしがないサラリーマンが一人ベラ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 喋っているっていう非常に寂しい環境の中で実況をとってるからどうしてもこうなんかじ自分一人じゃない自分一人だけっていう空間だとなんか喋り方にどうしても違和感が出てきてしまうっていうのはまああるあるなんかなとかって思ったりするけどねうん。ということでんどの武器でいこっかなこいつなんで冷凍室の鍵をさこんなところで持って死んでんねんっていうそっからのまずツッコミが禁じ得ないことかな。 ま,まずはもう、いらないから、これを使い切っ、ちょっと全然凹めへんよ、こいつ。凹めや、ちょっと。ほら、燃えろ。ふ <laughs> アクロバティックナバウアー。で、これをあと何発こったらいけるかってのかな。おい。あ、やっぱちょ、ちょっと、ちょっと透明やったかもしれんな,な。あ、ほんで、回復しようとしても持てるし。<laughs> 無理無理無理。オッケー。10発、11発、12、12発かー。そっかー。 最後ちょっと内股で死んでいくっていうのが結構可愛かったりするね、なこいつなぁ。えこれって、メスなんそれとも、オスもう、まあ、おっぱいないから普通にオスなんかなぁと思ったりするけど、なんか足の動かし方は、まあでもそっかあ、内股イコール女っていうのは、これはもう今の時代なんかそういう偏見持ったらあかん気もするけどな。まあ、とりあえず一発燃やしといて、ほんで、うん。 てるからドゥーンつて来てるから一発燃やしといてで手込んでる間にもうちょっと近づいてでこれ攻撃してる間は多分あれや頭もちょっとちぎっといてでお腹お腹そう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 オッケーオッケーあれこれもしかして十二発死なへんあそりゃそやなんだってブラックテール十十五発ぶち込んで死なへんそう死ななかった後ろあめっちゃ伸びてきてた骨、ね、これどうしよょか えっと、もう、もう、もう、マシンピストルで、だだだ,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 だ、あ、ちょ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 。こ、このくらい、このくらいの弾丸でお亡くなりになるんやったら、別にもう全然問題ないわ。オッケー。で、先に。やつと戦う前に、この奥にももう一体ね、通路でいるやつおるから。いるやつおるってなんやねんな。<laughs> 頭痛が腹、ふ頭痛が。 あ頭が頭が頭痛って言ってるようなもんなっちゃったけどまあこの中入ってまあ皆さんもやること分かってると思うけどこれやっぱね一体出てくるのめんどくさいけど 今後のことを考えると、サーモスコープは取っておいた方がいいかなって、個人的には思う。まあ、もちろんその取らないで、まあ、スルーできる的はスルーして、次進んでったらええみたいな風にやってる人もおったりはするけど、まあ、もらえるばもらっといた方がね。で、どうせラストパートとかいらなくなるから、もしその金が足れなくなれば、1万パーツで売れる、1万円で売ることができるからね。この手がめっちゃ気になんねんなちチラッと伸びてきてるけど。うん。まあ、それはいいや。で、チラ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 。ただ、 一個そのサーモスコープがなんでここにあんねんっていう話をな <laughs>。シンプルに。なんでここにサーモスコープ置いてあんねんやろっていう。もう冷え冷えすぎて、なんかじ、自分が逆にその、なんかこれおお温度でこう感知するみたいなスコープなっとるけど、逆にそのカッチカチすぎて自分が機能せえへんみたいなとかね、あったりとか、慣れへんで大丈夫なんかなとかって思ったりするけど、うん。まあまあいいや。 よしじゃあ起き上がってくるから振り返ってよし来てるから一発目後ろ下がって2発目あっちょっ下手くそオッケーオッケーオッケーあっおかまそうか早速後ろもんねんな面んくさいなで足ちぎってでおおお飛んでくるオッケー あれやな逆にその血がブシュって出てる状態を見るよりも意外とそのサーモスコープ越しで見るやつの方がエグかったりするのあ,あいつ気づいてへんし OK なこっちから出迎えに行ってあげましょうやっぱ,やっぱかか彼女がレ,レディーやっとしたらやっぱりねあのこっちから出迎えてあげるっていうのがし紳士のたしなみってやつですからねほい ああ、こいつも後ろにいるタイプか。こんな、足ちぎってあげて。オッケー全部除去。でも、このなん、まあ、ファイルを読めばええんかな。ファイルってどこにあったっけあ、でも、俺スルーしてもうた。前はそうそう。な、なんでそのついてる寄生虫を取ったら、ねえ、あの、死ぬんやろうっていうのがすごい思うけどな。うん。心臓が止まるわけじゃないしな。だから、心臓の、 変わりみたいな、そんなイメージなのかな。各図やんな。そう考えると <laughs>。心臓が4つあって、す、おーっと待っておういるんや。えー、知らん、あ、違う違う違う知らんかったわ。ここに敵おる。えぇ、ー、初めてかも。まあ、ここに戻るっていうこと、まずありえへんもんな。普通は、ゴミ処理場先に進んでいくとかっていう感じやもんな。オッケー、オッケー、ああ緑と赤で双子やったね。前、勤めてた会社の、あの、SFA って言って、 あのセールスフォースっていうさ、あのーまあ、要は営業支援ツールでコメントを入力するときに赤色か緑色かみたいなのがあったりとかしたけど。そう。で、えー、相談数、ちょろっと回復。OK。まだ今いらんか。検定書、連射速度。 まあでも今1.83やしな別に練習するけどまあお金に余裕があればやけどまあでもうーんマグラムちゃうわマグラムちゃうわライフル自体がチャプター5-4終わったもういらんくなってくるからそう考えるとそろそろこいつも使いどころを決めてやっていかなあかんのかなっていうところやな よし、じゃあ、ゴミ処理場を抜けたところで一旦終わりにしましょうか。うん。まあ、区切りいいところまで来てるんでね。アイテム整理したいところやけど、これを、まあぜ、しっかりガッツリやりすぎてると時間がなくなってまうんで、とりあえず、まあこ、このくらいにしとこうか。あ、サムスコープ、ごめんなさい。サムスコープだけちょっと、うん。てな感じでね。まあ、僕が前回ね、あの、散々悩んで皆さん巻き込んでおいたくせに、 結局関西弁を中途半端にしか喋らへんっていう、そういうオチになってしまったことは非常に申し訳ないんやけど、まあ、その一個は言った通り、気象が荒いので、もともとその口も悪いし気象も荒いっていうのがあって、関西弁で全部やってまうと、も,うものすごいその、なんか、ほんまにボケかすっていう、放送禁止用語ばかりこ出こてきかねないっていうのがあるんで、 まあちょっとそこを自重するためにっていうところですね。はい。まぁ、まあ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 でもそんなのが好きよっていう方はね、ぜひね、あの、素でやっていきたいと思ってコ,コメントで教えてくれたら非常に嬉しいです。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきたいというふうに思います。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ではまたね、次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイチャー。